皆さんこんにちは。ジフユナイテッド OB の結城浩三です。福割10周年記念おめでとうございます。今日はすごく福割で10年前と同じような形で、楽しませていただきありがとうございました。現在私は引退してから現在は教育関係の会社で本部で営業を務めております。でまたちょっと今サッカーと離れておりますが、遠くからいつもジェフのニュースであったり、またジェフの活躍をすごい楽しみにしています。これからも応援しておりますのでよろしくお願いします。はい、覚えてます。でちょうど10年前マイリノスの試合の時にスタメンで出場していたんですが、でその時福割を初めて見て、でこの施設とそしてまた皆さんサポーターの声にすごく興奮したのを覚えてます。で個人的にもそしてチームとしても、でみんなでここで何かを大きな何かを成し遂げたいというすごい熱い思いを持って取り組んでおりました。でちょうどその年10年前に優勝争いで優勝はすることはできなかったんですけど、ナビスコカップを優勝して、またその次の年も、ナビスコカップを連覇ということができまして、この福割とともにそうしたジフの歴史も一緒に作っていけたのではないかなというふうに考えております。そうですね、これだけのスタジアムで、そしてこれだけ の, ファンの皆様に応援していただくということは、やはり それに合う価値のものを提供しなければ、試合で見せなければいけないというようなことはよくオシムさんは言ってました。でファンの方々がいて、ファンの方が来るのが当たり前じゃないんだと、ここで自分たちが何か必死な姿、何かを見せるから来ていただけることだって、それは自分たちの責任であるから、絶対そういうプレーをするようにというようなことはオシムさんは常々おっしゃっていました。はい、やはりこけら落としのマリノス戦っていうのがすごい印象に残っています。たまたま運がよくスタメンで出たこともあるんですけど、やはりこのスタジアムで初めてできたっていうのはすごい鮮明に覚えてます。そこまでは覚えてないんですけどただスタジアムとまたロッカーでみんなですごいこの雰囲気の中ですごい気持ちがすごい高まったっていうのはあります。はい、でもちろん今も10年前も熱い皆さんの声援があって、でこの雰囲気というのは本当に素晴らしいものというものがあるんですけど、この福割の発展とともに歴史を刻んでいく中で、ジェフも一緒に今までの歴史をさらにもっと発展していく、でこの地域社会と一緒に発展していくということを、そういう場所であればいいなというふうに思っています。はい、いい時も悪い時もあると思いますが、皆さんのサポーターという、皆さんのサポートであったり声援というのは、私が選手をした時もすごく熱いものを感じておりました。それは今も選手には伝わっていると思いますし、その選手だけでは何かを成し遂げるということはできないと思います。選手、スタッフ、そして一番力が強いサポーターの皆さんと一緒に力を合わせて頑張ってほしいと思いますし、また私自身もサポーターの一員として応援しております。以上です。ありがとうございました。真面目すぎて突っ込みにくくなっちゃった。本当ですか。じゃあやめましょう。